最近、はい、この MBTI の子供、うん、はい、子供をどうやって見分けていくかとか、まあ、子供自体にどういう、違いが出ているのかっていうのをやってるんですけども、はい、まあ、やっていくとなんか自分の子供の頃を思い返ったりすると、うんうんうん、まあ、先週は外交内交やったんですけど、うんうんうん、自分が外交か内交か迷うっていうのがあったんですけど、はい、もう内交なんてないなっていう、はい、あの一時ある方に、まあ、チャンネル登録者さんなのかな、うんうんうん、コメントいただいた方に、うん、二等兵は内交だよ、うん、自分を見てるよねって内交だよねっていう指摘を受けて、うん、あ、確かに僕、うん、まあ、本が好きでとか、うんうん、そういったところを、まあ、見てですね、うん、あのインドアなところもある、うん、っていうのと、なんか視点が自分に向いてるよねっていう話でしたよね、確か。あ、なるほど、うん、で、あ、僕内向なんだ、うん、と思ったんですけども、うん、これを読んでいくと、うん、全然内向じゃないぞと、やっぱり外向だと、全部、うん、あの自分を見てるんだけど、うん、外に頼っている感覚があるなと、うんうんうん、で、じゃあ次は、うん、感覚と直感の違いを、はい、今日もこちらですね、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術、うん、プリーズアンダースタンドミーと、はい、まあ、自分自身を理解しましょう、うん、まあ、これさっきのあれに似てますよね。さっきのあれにというのはエニアグラム、はいはいはい、気づき、このセリフがプリーズアンダースタンドミー、そう、多分、うん、心の底で、うん、その、うん、第三層にいる、うんうん、僕が、うん、気づいてよ気づいてよ、うん、ってずっと泣いてるのを、うん、2つの層で隠してる感じです、多分、うんうん、傷つかないように、うん、守ってるつもりなんですけども、うん、まあ、気づき、先ほど今日のライブの、うん、まあ、先の2回でですね、はい、人がどうやって気づくのかっていうのをやったんですけど、はい、基本はこの性格という、うん、何も意識しないでも、うん、働いている脳が、はい、全ての物事に対応している、うんうんうん、それはなんか人の顔を見ていないように、うんうんうん、基本すごい簡略化して、うん、世の中を捉えて、うん、自動的に反応を繰り返しているんですけど、うんうんうん、それがまあ、あのエニアグラムでいうところの、うん、囚われた状態で、うんうん、ずっと何も意識してない、うん、でそれを自分だと思っている、うん、っていうことですよね、うん、でも本当はその自分と思っている、うん、ずっと奥の方に、うん、泣いてるあなたがいますよと、まあ、泣いてるのか笑ってるのか怒ってるのか、はいはいはい、いますよと、はい、うん、っていうのに気づくのに、うん、意識する、はい、このこうやって気づいたものすらも俯瞰して見ていくと、うんうんうん、違う答えが出ますよ、うんうん、っていうのを先ほどやったんですけど、はい、こちらではその、まあ、うん、子供時代にこの、うん、まあ、先週は外向内向がどういう違いが出て、はい、うんうん、ちょっとあの内向の子は損するっていうのは、うん、あの大人たちが、あ、この子は、うん、そのずっと黙っているから、うんうん、あれちょっとあまりできない子なのかなっていう反応で、うん、ほらもっと前に出て喋りなさいみたいな、うんうん、要は何も問題ないのに、うん、苦手だと思っていることを、うん、講習の面前でさせられるっていう、うん、させられる、はい、恥をかかされる、うん、でもっと固くなになるみたいな話を先週したんですけど、うん、今日はこの感覚と直感についてお話ができればなと思ってます、うん、はい、で、観察のポイント、うん、まあ、子供の話をしているので、うんうん、その子供はよく空想にふけったり、うん、無想的な話や夢、うん、の想像の層、うん、無想的な話の聞くのが好きで、うん、しかも同じ話を繰り返し聞きたがるだろうかと、うん、あるいは行動的なことに一生懸命になりゲームに参加したり、うん、現実的な話を好むだろうか、うんうん、空想好きな直感型、うん、アクションが好きな感覚型、うん、とあります。ちなみに、直感、直接見ると書いて直感が N ですね、うんうん、直感が N、N、うん、で、感覚が S、うん、はい、で私は ESFJ なので S です、うんうん、で体調が N、
N ですと、うん、で、直感的な N の子供は、うん、本を読み聞かせたり、うん、物語を話してあげる時も、うん、同じ話を何度も聞きたがりファンタジーや例え話が好きであると、うんうん、一方感覚的な S 型の子供は、うん、馴染みのある現実的な冒険シリーズやアクション、うん、辻褄の合う話が好きだと、うん、S 型の子は具体的な描写があるような物語が好きで、うん、同じ話を繰り返し聞くよりも、うん、新しい話を好む、うん、またゲームやその他のことに夢中になり、うん、お話を聞くよりも行動的なことをする方が楽しい。あ、なんかそのうーんっていう顔は、いや、この話を聞くと、はい、S っぽいなって気がしたんですよ自分が。で僕この話を聞くと、うん、N じゃねえかって思ったんですよ。うん、うん、あの空想妄想で、うん、よく子供の頃に、うん、お母ちゃんに、はいはい、よくなんか桃太郎の話の主人公が僕みたいな話をしてくれるんですね、うん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 、それをせがんでた。あ、ずっと毎日毎日寝るときにその話をしてよって、うんうんうん、やってた覚えがある、うん、そう、まあ変わっ、なんて言うんでしょう、ユング的に言うと、うんうん、なんかこういう人間は、うん、この成長するにつれて、うん、苦手なところを、うん、あの鍛えようとしていく、うん、要は、うんうんうん、そう、全てなんて言うんでしょう、人はみんな同じ方向に進んでいるみたいなのが挙げられているんですけど、うん、まあだから変わったのかどうかなのか、うんうん、変わったのだとすると、はい、元々は N だったって話ですよね。なのかって今ちょっと思ってます。ちょっと分かんないですけど。分かんない、ね、はい。で、N 型の特徴が現れるのは遅いとあります、うん、極端に直感型の子供はごく小さい頃からその傾向が目立つが、うん、普通程度の直感型の場合は、うん、その行動と外見が現実的なので普通程度の感覚型の子供たちに似ているように見えると。ああ、そうですよね、うん、でその結果小学校のクラスには N 型はほとんどいないんじゃないかって思われてしまうよと、うんうん、成人では、まあ、この第一章でも述べたように、うん、S 型の人は N 型の3倍いるので、たとえどの人が N 型であるか全員が明確にされたとしてもその割合は均衡が取れてない、うん、N の方が少ないということですね、うんうんうん、この不均衡を考えると N 型の子供たちに、うん、N 型の特徴が現れるのが遅いことから、うん、最初からこの傾向を持つ子供は非常に稀であると考えられる、うんうん、すると極端に直感的な子供、うん、それも特に内向的な感情を持つ子供は、うん、周りから醜いアヒルの子のように見えてしまう、うんうん、要は内向かつ N だと、うんうんうん、まあ、人数も少ないんですよね、うんうんうん、はい、し内向だともごもごしてあまり喋らない、うんうんうん、かつなんかぼーっとしてる感じ、うん、空想してる、はい、でなんかよく子供は元気な方がいいみたいな、うんうんうん、とらわれがあると、うん、うちの子大丈夫かしら、うん、みたいなことは、うん、親としてはちょっと心配になるかもしれない。劣った方みたいな感じ に見えてしまうっていうことですね、うんうんうん、ただ、まあ、N 型は、うん、自分は分かっていると思っている、うん、N 型の子供は S 型に比べ未来の出来事に期待する傾向が強い。もし N 型の子供と何か約束してそれが守られないと、うん、N 型の子供にとっては悲劇的なことだが、うん、S 型の子供なら計画を変更しても難なく受け止められる、うん、N 型の思考を持つ子供は扱いにくい存在かもしれない、うん、いつも自分自身でいたいという考えを確信に持っていることを不快で尺に触ると考える大人もいる、うん、要はしっかりした子供を不快にいる思う大人がいるっていうことですね、うんうん、要は言うことを聞いてくれないN が、N が、うん、要は N は自分を持ってる、うん、で親はコントロールしたいからこうしなさい、うん、ああしなさいが言いたくなる。親の常識でってことですよね、はい、親の常識、うん、親の勝手な常識で、うんうん、N 型の子供を不快で尺に触る、うん、と感じる大人がいるっていうことですね、う
また、 N 型の子供は未来や可能性があることに気が向かっているので、うん、現在行われていることにはあまり興味がなく、うん、注意も払わないことがあると、うんうん、そして現在行われているのが教室での授業や親の説教だった場合、うん、その子供にとってはとても辛いものになるよと。で、また N 型の子供は他人からわがままで自分は分かっていると確信しているように見えることがあると、うん、要は他人から見ると、はい、うん、この子はわがままで、うんうん、自分は分かっているんだって確信しているように見えると、うん、しかし質問されても、うん、自分が確信していることを他人が満足するように、うん、説明することができない、うん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 、子供に何を求めるんだですけど、ね、したがって自分には関係のない知識を持っていることや勝手気ままに想像することで咎められることが多いよと、うん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 、ちょっとなんかどうです、心当たり。僕まあなくはないかな。僕あの行方不明とかによくなってたんで、保育園とか行方不明、はい、授業みんながやってるところを、はい、校庭園庭、はい、でなんかこう虫を追いかけてたりとか。あ、幼稚園の頃に、幼稚園の頃で大騒ぎになってるみたいな。はい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 、うん、なるほど。っていうと私、あ、でもやっぱ違うのかなって今やっぱり違うっていうの N じゃないのかなって、はい、相手の思いやりが深い N 型の子供、うん、N 型の子供は友人関係では相手を好きであればそれをはっきり示し、時にはベタ惚れの状態になることもある、うん、そのこと自体は適切ではないかもしれないが、うん、N 型の子供の深い信頼感と感情を呼び起こすだろうと、うん、だからもしその信頼が裏切られたら、うん、大変深く傷つく、うん、そして復讐など否定的な感情が動機になると、うん、相手の最も弱いところを攻撃することができる、うん、それで憎たらしい教師、うん、N 型の子供にとっては心から憎むことができると書いてあります、うん、は N 型の子供に恥をかかされたり、うん、侮辱されたりするが、うん、その状況に困惑し、この N 型の子供とどのように理性的に接すればいいのか、うん、お手上げの状態になってしまうと、うん、まあでも僕はそんなにやっぱ S かなってちょっと思い出しましたね前の時その、はい、MBTI 16タイプをやるときに、はいはい、うん、S って出たことあるんでしたっけ。どうだったかな。要はあのシンキングとフィーリングで迷うはあったじゃないですか、はいはいはい、S もあちょっと前の動画を見てみないと。ただまあこれは子どもの時にどう判断するかっていう話なので、まあご自身の子どもの頃を振り返ってみてっていうのを聞いてます。そんなに、でもそんなにそんなにですよ。あ、なるほど。そこまで N じゃない。あ、なるほど。そこまで N じゃない、うん、はい、極端に傷つきやすい N 型、うん、N 型の子どもは教師に対しいかなる欠点も許さず、うん、人間として不可能なまでの立場に追いやることができる、うん、その一方で N 型の子供の崇拝の対象になった人物は、うん、崇拝されることをひたすら我慢し、その関係がもっと道理にかなったものになるように願うのみだと、うん、まあ、その思いが強いってことですかね、うんうん、で N 型、特に内向的な N 型の子供を持つ親や教師はその子供があまりに傷つきやすいので、世話には非常に気を使い、このタイプの子供を扱うのが苦手だと感じることもあると、うん、例えば N 型の子供が想像力あふれた素晴らしいものを作ったのに、うん、悪気のない大人からそれは真似をしたものじゃないか、うん、と咎められたとすると、うん、その子供は非常に傷つき、自尊心は失われ、創造性もたちまち失われてしまうと、うんうん、N 型の子供は勉強や雑用する際我を忘れてしまうことがあり、頻繁に教師に立たされたりグズグズしていることを叱られたりするとあります、うん、グズグズする、うん、まあ誰でもグズグズしますよね。で S ですと、周りの現実と適応できる S 型、うん、S 型の教師や親、まあ、ちょっと親の話から、はい、S 型の教師や親は、うん、N 型の子供には当惑するが、同じ S 型の子供は理解しやすく教えやすいと思っている、うん、ああ、まあそれはあるかもしれないです、ね、N 型の子供が何時間も
空想に浸っている時、S 型の子供は自分の周りの社会と関わろうとする、うん、行動する時が一番楽しいのだと、うんうん、例えば家に訪問者がある時なども、うん、S 型の子供は接客中の母親の注意を自分の方に引くちょうどいいタイミングが分かる、うん、教室でも周りのことにうまく適応することができる、うん、このタイプの子供は主に自分の周りにいる人や物を通して自分の世界を作ろうとし、うん、そういった現実の人や物が自分の世界での大きな存在となる、うん、細々したものや鮮明な色彩が好きで塗り絵を楽しんだり、うん、ワークブックの細かいところまで注意を払うことができる、うん、って言うとやっぱり僕は S だなって思います、まあ、僕を聞くと、まあ、やっぱり部分部分、あ、まあまあそうですね、うん、っていう感じで、はい、どっちなんだろうって悩みますね、はい、で現実のもの対想像力、うん、ごくたまに N 型の子供が幸運にも自分の性質をよく理解してくれる教師に巡り合ったりすると、うん、学校でもうまくやることができる。一方 S 型の方は学校では大抵の自分のやり方に合うような教師を持つことが多い、うん、わかるって S 型はおもちゃや教室で作ったものなど、うん、物を通して人とつながりを持つことが多い、うん、S 型の子供は積極的にかつ満足しながら物を操作するのだが、うん、N 型の子供のように想像力を膨らませるようなことはしない。うーん、 S 型にとっておもちゃはおもちゃに過ぎず、トラックは泥を運んで道を行ったり来たりするだけのものだと、うん、一方想像豊かな N 型にとっては、うん、トラックは急にザブーン潜水艦になったり、うんうん、ガオー深海の怪物になったり、うん、っていう遊び方、うんうんうん、だから普通 S 型にとっては、うん、トラック買ってあげたよって言ったら、うん、ブーブーってトラックはトラック、トラックはトラックだ、うんうん、物を運ぶよ、うん、だからここにあの怪獣を乗せるとかはあるかもしれないが、うんうん、ザブーンブクブクブク、うんうん、これは水陸両用である、うん、バタ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 ガオーとかは、うん、なんか僕やってた記憶はあるんですけど、うん、僕もありますなんかやってたような気はするんですけど、うん、でもこれはなんかもっと突拍子もないってことですよね。あの、うん、今大人だからできる、うん、でも結局は僕はその範囲なんだなって今、うんうん、あの要はあの二等兵悪いところがあって、うんうん、少数派に憧れる、あ、憧れるやつなので、うんうん、ちょっと N 型を今取りに行こうとしてる悪いところが出てるんだと思います、うん、で変わったこと受け取られやすい N 型、うん、教師も親も自分たちが理解できない子どもの相違性に当惑することもあるだろうと、うん、N 型 S 型それぞれの特徴を理解することは、うん、両方のタイプの子どもの幸せのためには非常に大切であると、うんうんうん、しかし周りには受け入れがたい意味での変わった子どもに見られがちなのは、うん、大抵 N 型の方だとあります、うんうん、っていう。僕もなんか S かもしれないな。 SP タイプですよああなるほど、うん、行動派、うん、匂いもしますよね、うんうん、あのそうウクレレの変わり方とか、うん、毎週来るたびにあのウクレレのコレクションがね、はい、ポロ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 変わるんですよこの人、はいはい、っていうところで、次は、まあ、思考感情、うん、思考感情認知判断を一緒にやりたいと思います、はい、うん、